お疲れ様です。さて今日のウェイ、さて今日のメニューはこちら、出ましたサーロインステーキ、アメリカ産のね、半額品だったからこんなに買えたよ。ねえ、びっくりするぐらい、まあこれでもね、あの肉の値段はね4000円ちょっとですね。これ半額じゃなくて8000円とか1万円ぐらい、9000円とかいっちゃうんじゃないかなってやつです。見てこの見事なピンクのこの半焼け、あのね今日ね、まあ動画でもありましたけど、あの湯煎、真空湯煎の機械買ってですね、やってみたらめちゃくちゃうまい。これみんなやってみやる。もうねホテルとかお店行かなくていいから、本当にこれね、これすごい美味しい。まあサーロイン自体が美味しいんだけど、まあ、この絶妙な火の通り加減、硬くもなく柔らかくも、生でもなく焼けてもなくっていうね。でしかも最後にメイラード反応のためにこの火で炙って表面焦がすっていうね、完璧。もうね、学生寮の飯じゃないよこれは。学生寮でサーロイン出すやついる？いないよ。見てこのピンク凝ってるでしょね。もうあたるちゃんのね、あのメンタルはもう限界よ。そして何だっけこれ、ペペロンチーノ、ね、ペペロンチーノとサラダを、野菜の上に乗っけたらサラダになるって嫁ちゃんが言ってた。そして、ね、ドーン、これすごい、これすごいねえ、まあ、半額だと料理の幅が広がりますね。そして、ね、お身をつけは、ね、えのき、なめこ、エリンギ、しめじのね、ね、盛りだくさんきのこ汁、ね、いただいて、おそらくみんな食べないと思う。きのこみんな嫌いだからね。ね、菌類です。きのこ汁。で、これはすごいぜ。もうちょっと見る、こうやって。で、このピンク。ね、あのやり方ね、あの、53度で1時間半ですね。真空にして53度で1時間半だって焼き目つけるだけで、うん、びっくり、ホテルのシェフ並みの味、本当に美味しい。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。さて今日の国のコーナー、今日もゲーム、まだタコクリアしてないの？スプラン10の何やってんの、何やってんこれ、カービィ全然答えてくんない。カービィ、カービィありがとう、ね、いいよごめんね邪魔して。肉美味しかった、肉美味しかった、おおね、将来こう中学生になってもこうなんだろう ね親父うっせえよみたいな、なんでしょう、ね、さあ今日そしてみーちゃんのコーナーでございますけど、みーちゃん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 はみーちゃんおっぱいです。おおっぱいか、おなあなあねえ、妖怪のようにおっぱいを飲ます嫁。